まずは正方形を描いていきます。横幅を好きな幅に取ります。今回は8センチくらいにしてあります。で、同じ長さで縦も測りたいので竹串を使って右の点のところに竹串の尖ったところを合わせて、左側の点のところに印をつけておきます。この竹串を縦にして印のところと先のところに点を打つと同じ長さに縦の長さが取れますので、これで正方形を描いていきます。それぞれの点を少しずつ長くして、正方形が描けました。次に目や鼻の位置を決めるラインを入れていきたいと思いますので、まずは縦半分にしていきたいと思います。真ん中あたりの適当なところにまずは点を打ちます。竹串の尖った部分を右側のラインに合わせて、先ほど紙に点を打った部分に印をつけます。続いて竹串につけた印の部分を左側のラインに合わせて、竹串の先のところに印をつけます。この2つの点のちょうど真ん中が縦半分のラインになります。竹串の方にも正しい2分の1の長さで印をつけ直しておきましょう。これで縦半分になりました。続いて横にも半分のラインを入れていきたいので、下のところに竹串の点を合わせて尖ったところに印をつけます。このラインを伸ばしていくと横に半分にできました。2分の1のラインです。同じ作業を繰り返して2分の1のさらに半分、4分の1のところに線を入れます。そのまた半分の8分の1のところと、さらに下の半分の16分の1のところにも印をつけておきます。この16分の1のところが猫ちゃんの輪郭の一番下のラインになります。8分の1のラインのところは使わないのでちょっと消しておきます。一番上のラインと16分の1のラインを結ぶように楕円形を描いていきます。これで猫ちゃんの輪郭ができました。続いて目を描くためのガイドとなる線を引いていきます。左側半分の真ん中4分の1のところに線を入れます。右半分も同様に4分の1のところにラインを引いておきます。先ほど書いた4分の1のラインと真ん中のラインの半分のところ、8分の1のところにもラインを縦に入れていきます。この8分の1のラインが目頭の位置になります。目を描く位置を決めていきます。4分の1のラインよりも少しだけ外側に印をつけておきます。とこちらが、目尻になります。次に目の高さですが、2分の1の横のラインの少し下側に目の中心が来るように描いていきます。高さと横幅が同じ正円まん丸を描いていきます。丸が描けたら目の中の余分な線は消しておきます。目の上と下のラインを右側に伸ばしていき、向かって右側の目も同様に描いていきます。真ん中から8分の1のところに印をつけて、向かって左側の目と同じ幅で丸を描いておきます。続いて鼻を描いていきます。鼻は4分の1の高さのところに目と同じぐらいの幅で
逆三角形を書いておきます。続いて鼻の下に口を書いていきます。4分の1のラインと16分の1のラインの真ん中あたりからへの字を書きます。左右の先をそれぞれ伸ばして丸くなるように書いておきます。鼻の横にこんな風にまん丸が2つあるようなイメージで書いていきます。口が書けましたので下顎を書いていきます。最初に書いた楕円形の輪郭から少し下にはみ出して丸く下顎を書きます。続いて耳を書いていきます。左右のラインを上の方に伸ばします。4分の1の長さを上のラインに足してここが耳の一番上のところになります。一番外側の線の少し内側を耳の頂点にします。4分の1のラインと8分の1のラインの真ん中あたりを通って少し輪郭よりはみ出して8分の1のラインのところぐらいまで斜めに線を引きます。反対側の耳も同じように書いておきます。それぞれのパーツの大体の形が書けましたので、余分な線は全部消しておきます。それでは目の形を書いていきたいと思います。目頭側のラインを鼻に向かって斜め下に少し伸ばします。目尻側のラインは外側の斜め下方向に向かって伸ばしていきます。先ほど書いたラインに沿ってほんの少しだけ目の左上側を尖らせて形を修正しておきます。線1本分ぐらいほんの少しで大丈夫です。先ほど伸ばした線に沿って目頭を書き足しておきます。反対側の目も同じように目頭側の線を鼻の方に斜めに伸ばします。目尻側は顔の外側斜め下に向かって少し伸ばしておきます。目頭を描いて目尻側は少し上の方が尖るように伸ばしておきます。余分な線を消してきれいに線を整えておきます。続いて瞳の中の瞳孔の部分を描いていきます。目の真ん中あたりに縦に筋を入れてほんの少し真ん中が膨らんだ形の細長い楕円形を描いておきます。鼻を描いていきます。最初に描いた線は練り消しで押さえて薄くしておきます。鼻の真ん中にラインを描いて左右の鼻の穴の形を描いておきます。鼻の上の部分は線があまり濃くならないように点線で引いておきます。口の部分を整えていきます。練り消しで初めに描いた線を押さえて薄くします。口元の部分は毛が生えていて少しふわふわしているので毛並みを表現するイメージで外側に向かって少し点線を描きながら形を取っていきます。
下顎も線を薄くして、点線をつなぎ合わせるような感じで描いていきます。この時、あまり均等な線ばかりになってしまうと不自然な感じになるので注意します。耳を描いていきます。練り消しで線を薄くして、耳の上の方は毛があまりふわふわしてないので、まっすぐな線で描いておきます。耳の横のところはふわふわした毛が生えているので、猫ちゃんの写真などを見ながら形を描いていってください。上の方はまっすぐな線で、顔の付け根のところは少し毛がふわふわしているので、長めの点線で描いておきます。右の先にもちょっと長めの毛が生えているので、それを描いて、耳の中の毛は結構長い毛がたくさん生えているので、同じ方向、同じ長さになってしまわないように、気をつけながら線を入れていきます。頭の上の部分も毛がふわふわしているので、点線と横に伸びる線を組み合わせて描いていきます。反対側の耳も同じように、耳の先の毛をちょっと伸ばして、耳の外側の付け根のところは少し毛がふわふわしていて長くなっていますので長めの点線を組み合わせて描いていきます。耳の中は長い毛が生えていてふわふわしていますが同じ角度の線ばかりになってしまったり同じ長さの線ばかりになってしまうと不自然な感じになりますので角度や長さに変化をつけながら描いていきます。顔の輪郭の部分も線を薄くして、点線とまっすぐな線を組み合わせて、猫ちゃんの輪郭を描いていきます。この時も線に変化をつけながら描いていきます。全体のバランスを見ながら修正しながら描いていって大丈夫です。下書きが完成しました。色をつけていきます。水彩色鉛筆を使用しています。グレーで鼻の横や目の下口の周りなど影になっているところに色をつけていきます。この後水で溶かしますのであまり濃くなりすぎないように注意して塗っていきます。影を入れるとなんとなく立体的になってきます。水で溶かしていきます。筆に水をつけて、色鉛筆で塗ったところを筆でなぞって溶かしていきます。何も塗っていない白い部分にも水をつけるようにすると、色がきれいにぼけてくれます。全体に水をつけたら、一旦乾かしておきます。ピンク色で耳を塗っていきます。耳の中の長い毛の部分は塗り残しておきます。目の周りと鼻と口
口の周りをピンク色に色を塗っておきます。水をつけて溶かします。濃くなってしまったところは洗った綺麗な筆で拭き取るようにすると薄くすることができます。目の周りと鼻と口のところにも水をつけて溶かしておきます。目を塗っていきます。黄色で全体に色をつけます。その上に瞳孔の周りに緑色を重ねます。目の縁のところは茶色で濃いめに入れておきます。目の上の方は茶色で少し影をつけておきます。水をつけて溶かします。細い筆で少しずつ色を溶かしていきます。筆で全体を一気にこすってしまうと全部の色が混じり合ってしまうので注意します。目の部分を乾かしている間に色を重ねて描き足していきます。影になっているところなどの色の濃いところに色を足していきます。目の周りと鼻の真ん中のラインと鼻の穴、鼻の下の方にも色をつけます。唇も描いて、口の周りもほんのりピンク色が透けているので描き足しておきます。色がちょっと濃くなりすぎたので消しゴムで薄くします。グレーで毛並みに沿って影を入れていきます。全体のバランスを見て濃くなりすぎたところは消しゴムで色を消しておきます。目が乾いたので目の縁に焦げ茶色を入れます。瞳孔の周りの緑色を描き足して、黄土色で目の上の方に影を入れます。瞳孔に黒色を入れます。筆で黒い部分だけ水をつけて溶かします。乾いたらもう一度黒色で瞳孔の部分に色をのせておきます。目にハイライトを入れます。白のダーマトグラフで目の上の方にハイライトをのせます。下の方も少しだけ光らせておきます。ダーマトグラフで塗った白い部分にさらにペンで色を重ねて白くハイライトを入れます。白猫ちゃんの完成です。続いて猫ちゃんに柄を入れていきたいと思います。茶色で毛並みに沿って色を塗っていきます。水をつけて溶かします。水が完全に乾いたら
柄を入れていきます。毛並みに沿って模様を描いていきます。茶色い柄の猫ちゃんになりました。ここから三毛猫ちゃんにしていきたいと思います。茶色い柄の上に黒色で色を足していきます。三毛猫ちゃんの完成です。さらに色を重ねて白黒の猫ちゃんにしていきたいと思います。目の周りは黒く縁取りします。色の境目や輪郭を消しゴムで薄くするとふわっとした感じになります。最後にひげをペンで描き入れて完成です。